フランソワ・デューモンは、フランスのミニアチュール画家である。宮廷画家として、ルイ16世、マリー・アントワネット、ルイ18世、シャルル10世に仕えた。ムルトイコールエイコールモゼルケンのリュネビルで生まれた。リュネビルの彫刻家のマティスやナンシーの画家、ジラルデに学んだ後、17歳になった時、パリに出て、ミニアチュール画家として、すぐに認められた。1786年に、 マリー・アントワネットのに使える画家となった。1786年にはローマに滞在し、1788年に王立絵画彫刻アカデミーの会員に選ばれた。1789年にアカデミーの画家、アントワール・ベスティエの娘で画家のマリー・ニコル・ベスティエと結婚した。1790年にルイ16世から、 ルーブル宮殿に部屋を与えられて活動する画家の一人となった。フランス革命後の1793年9月に応答派とみなされて一時逮捕されるが後に釈放された。サロンドパリには1789年から亡くなる1831年まで毎年参加した。ありがとうございます。